ジェブ・ブッシュ、ジョン・エリス、ジェブ・ブッシュ、ジョン・エリス・ジェブ・ビュッシュ、1953年2月11日体はアメリカ合衆国の政治家。フロリダ州知事、第43代、アメリカ新世紀プロジェクト会員。所属政党は共和党。父は第41代アメリカ合衆国大統領のジョージ・ H.W. ブッシュ、兄は、 第43代大統領のジョージ・ W ・ブッシュ。通称のジェブはフルネームの頭文字、ジョン・エリス・ビュッシュに由来する。1953年、テキサス州ミッドランドに生まれ、1959年にヒューストンに移り住む。1959年、フィリップス・アカデミーに入学。学校ではテニス部のキャプテンをしていたが、学業の成績は悪く、 時折マリファナを吸引するなどの面も見られた。17歳の時に学生交流の一環としてメキシコレオンの学校で英語の講師を務めた。また、メキシコ滞在中に妻となるコルンバガルニカギャロと出会い、1974年2月23日に結婚した。1971年、フィリップスアカデミーを卒業し、テキサス大学オースティン校に入学。 大学では、ラテンアメリカ文学を専攻し、2年半の課程を修了して1973年に卒業した。大学卒業後、テキサス商業銀行に入校。1977年11月に、新設されたベネズエラカラカス支店の支店長に就任した。1980年、アメリカ合衆国大統領選挙では、立候補した父の選挙スタッフとして活動した。 選挙戦終了後、ブッシュ一家はフロリダ州へ移り住む。移住後、ジェブはキューバ移民でコンピュータ関連事業で財を成したとともに不動産業を始める。最終的に不動産会社は南フロリダ有数の大手企業に成長し、ジェブは共同経営者として企業利益の40%を報酬として得ていた。1980年代に マイアミレード軍の共和党議長に就任し、政治家としての活動を始める。1986年のフロリダ州知事選挙では、共和党候補の,の当選に尽力し、その見返りとして1987年1月6日に、フロリダ州商務長官に任命された。在任中は、キューバ人亡命者を擁護して、キューバへの金融措置を指示したが、1988年、 アメリカ合衆国大統領選挙で再び父の前スタッフを務めるために商務長官を辞任した。1990年、キューバ系移民のイリアナ・ロスレイティ記念のキャンペーンマネージャーを務めた。1994年、フロリダ州知事選挙に出馬するが、討論会でのアフリカ系アメリカ人についての発言が波紋を呼び、得票率が伸び悩み落選した。落選後は、 ヘリテージ財団の役員を務め、コディーナとの共同経営を続けると同時に、実業家のティー・ウィリアム・フェアと共に、フロリダ州発のチャータースクール設立に尽力した。1998年に知事選に再出馬、55.3%の得票を獲得し、民主党候補のを破り当選し、1999年1月5日に就任した。ジェブは、 ヒスパニック系住民の61%の支持を集めたが、1994年の選挙時の発言が王引き、アフリカ系アメリカ人からは14%の支持しか得られなかった。2002年の州知事選では56%の得票を獲得し、民主党候補のを破り再選。2002年の選挙ではユダヤ人住民の44%の支持を集め、 女性票も多く獲得したが、アフリカ系アメリカ人の支持は8%に止まり、1998年の選挙時を大きく下回った。ジェブは2007年に退任するまで終始高水準の支持率を維持した。在任中は後に全米で広がることになる2005年のの制定や1999年のアハーマティブアクションの廃止。 アニブッシュがテキサス州知事に定めたと似たの制定などを行った。就任後、ジェブはフロリダ州の教育改革のために A プランを策定し、フロリダ州の学校の試験を段階的に厳しい基準に移行させた。この結果、2005年までの間に学生の教育における国立評価でフロリダ州の学生のスコアは11ポイント増加した。また、 教育バウチャーとチャータースクールの普及にも熱心で、学習障害のある学生の就学を援助するために、マッケー奨学金制度と英機械奨学金制度を新設したが、私立学校への制度導入が、政教分離原則に反するとして、反発を呼び、アメリカの私立学校は、反が宗教学校である2006年に裁判所によって、この制度は無効とされた。また、 医療改革にも着手し、インターネット上で病院の感染症や合併症の治療結果を公表する法案を可決させた。一方、同性愛や中絶には反対の立場を示し、重大女性の中絶には親の同意を必要とする法案を指示し、交換被害を受け妊娠した女性の退治には新たに保護者を任命することを要求した。 2000年アメリカ合衆国大統領選挙においてフロリダ州における票の最終形を民主党候補のアルゴアが求めて訴訟を起こし州の最高裁判所はゴアの要求を認めたがジェブは最終形について消極的な姿勢を示し合衆国最高裁判所もゴアの要求を却下したプッシュ対ゴア事件合衆国最高裁の決定により兄 ジョージ・ W ・ブッシュの当選が確定。2004年アメリカ合衆国大統領選挙でもフロリダで表をめぐって疑惑が浮上していた。2015年3月14日、州知事時代に個人用メールアドレスを使用して治安情報のやり取りを行っていたことが発覚した。ジェブは国務長官時代に同様の問題を起こしたヒラリー・クリントンを批判しいたが、ジェブの側近は 機密情報は含まれておらず、メールでやり取りされた内容の大半は報道されたものと反論している。2006年5月、NFL のコミッショナー候補として名前が挙がったが、州知事の職務に専念したいとして辞退し、代わってロジャーグっているが、コミッショナーに就任した。2007年4月の役員に就任し、5月には、 プライベートエクイティファンドの相談役として、リーマンブラザーズの経営に参加した。また、同時期に、の役員とバークレイズの顧問を務め、イノビだが、経営破綻した際には、コンサルタント料として受け取っていた27万ドルを返却している。2012年から2015年にかけて、バーバラブッシュ財団の共同理事長を務めていた。2008年の引退宣言を受け、 2010年のアメリカ上院議会議員選挙にフロリダ州からの出馬を検討したが2009年1月に不出馬を表明し代わって立候補したマルコルビオを支持した2012年アメリカ合衆国大統領選挙においてマイノリティの支持で劣勢に立たされたミッド・ロムニーが現職バラク・オバマに敗れたことから2016年アメリカ合衆国大統領選挙で三連敗を 会して政権奪還が課題の共和党では知名度、実績に加え、夫人がヒスパニックでマイノリティの支持が期待できるジェブの待望論が上がり、当初は世論調査でも共和党候補では支持率一位を獲得していい。2014年10月2日には兄ジョージが弟は大統領になりたがっていると発言し、ジェブに出馬を流したが、ジェブの候補担当は彼は 大統領候補ではなく実業家とコメントしていた。12月16日、自身の Facebook で2016年大統領選挙への出馬を事実上表明し、2015年1月には政治活動委員会を立ち上げた。また、大統領選挙に向けてパレオダイエットを実践し、減量に成功した。5月31日には CBS の番組で、 過激派組織アイスセルに対するオバマ政権の姿勢を批判し、空爆目標の選定やイラク軍の訓練のために、アメリカ軍をイラクに派遣するべきと発言した。なお、ジェブは、中東イスラエル政策の最高顧問に、兄、ジョージを任命している。6月15日、フロリダ州で開かれた集会で2016年大統領選挙への出馬を正式表明した。 共和党予備選挙開始後は、兄・ジョージが応援に駆けつけるなど選挙戦を展開した、ものの支持率が伸び悩み、2016年2月20日に、大統領選挙からの撤退を表明した。政治家としてのキャリアは、兄・ジョージに遅れをとっているが、政治手腕は、兄よりも優れていると評価されており、ブッシュ家の最高傑作と言われている。政治的には恩恵派とされており、そのため、 ティーパーティー運動などの保守強行派からは批判を受けることもある。妻コルンバとの間に二男一女を設け、三人の孫がいる。長男、第一子のは2014年にテキサス州都地管理局長官に就任している。コルンバがメキシコ人であるためスペイン語にも堪能であり、公式の記者会見は英語、スペイン語の両方で行っている。次男、第三子は自身と 同性同盟のジェブブッシュと命名されたためとなっている。信仰している宗教はカトリック。もともとは米国聖公会の信者だったが、1995年に改修した。また、2004年にはの第四騎士になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。